防寒対策バッチリやな。靴も素晴らしい。あんた何軽装で。俺軽装だわ、ミスった。あんたいつも軽装でしょ。別に驚かないけど。そう、スニーカー。そのズボンの下に中に何か履いてんの。実は履いてんのよ。へえー、珍しい。珍しいでしょ。でもなんか薄そう。ないよりはマシでしょ。先週までさ、とあるところに行ってたじゃん。うん、やってみて。いいよ、目線が。いいよいいよ、いいよいいよいいよ。すごいすごいすごい、宿ってるよ。アロハが。なんだけど、別世界すぎて。うん、まあ、でもこれもいいんだよね。なんかこの降り始めは結構好き。綺麗じゃん、雪が、うん、あったかいマフラー。うん、これも調子いい。うん、ピンにもらったやつ。ケン、やばい。え、これすぐ汚れる。ここめっちゃ砂ついてるから座って。 あらま、どうしよう。やっぱりキャンプに使っちゃダメじゃない。じゃあ一回さ、古い手袋履いておけば。3月ぶりの復活。銀マット。銀マット。これがね、命を救うわけですよ。すべては底冷えと隙間対策なんだよね。そうだね。思い出してきた。でも隙間、今日雪積もってないから埋めれないな。なんかさ、他の人のアルニカの設営見たらね、うん、結構この下がビタッと地面についてたんだよね。なんかうちらこれすごい隙間あるんだよね。うん、前回からメンバー入りした楽天で半額だったナメレサ、ナメレサゲ、ちょっと呼び方わかんない。ネームリサージかもしれない。これ立ち上がりがついてるレジャーシート。早いね。もう完成、うん、ほぼほぼ。シマエナガの大群が、シマエナガの大群がいます。あっちだ、あっちだ。あれですね、まだふっくらしてないか。ちょっとふっくらしてんじゃないかな。いっぱいいる。めっちゃいる。ほらほら、10匹ぐらいはいるかも。早いね、動きが。やっぱり島の宝庫や。あー、つかないか。あ、ついた。いいよ、いい感じ、いい感じ。焚き火がね、いい季節ですよ。
なんだろう今。なんか明日の朝はマイナス4度ぐらいになるって言ってたよね。今はどんぐらいだろう。めっちゃ寒いね。焚き火なかったらめちゃくちゃきつい。ダウン必要ですね。当たり前でしょ。ね、ダウン忘れんのさ、こんな日に。何もジャンパー持ってきないってこと。忘れたんだよ。やばいよね。してんの。めっちゃ綺麗。雪がパラパラと、あゆっくり落ちてくる、ね、これってさ結構レアじゃん。なんか降りすぎてたりさ、ある程度乾燥してないとみたいな。そうそうそう、条件が揃わない、ふわっとしないんだよね。そうそうそう、わかるわかる。紙吹雪みたいな感じで、わかるわかる。パラパラ落ちてくる感じ、真冬に結構見れるよね、綺麗、好きかもこの乾燥した雪、はい、完成です。いいじゃん、こんな感じ。こちらがバーカウンターになっております。おしゃれですな。こう囲って基地みたいにしてます。いいですね。今何度ぐらいなんだろうな。ちょっと今日温度計忘れちゃったんだよね。うん。寝るなよ。天の甘辛煮でしょ、今日の前菜は。うん、本日2個使いでございます。こちらとこちらさん。なんか今日から外が寒いから、あんな大きいクーラーボックスいらないねってことで、クーラーボックスこれにしたんだよね。なんていうの、バッグ型っていうか。だからその車の容量が減って、何かまだ詰めるねってことだったので、一応ストーブ2個持ってきたんだよね。で、別にこのコロナストーブだけでもあったかいんだけど、お酒が進む条件となるとやっぱりもう一個あってもいいんじゃないかってことで今つけました。うんうん、あったほうがいいよ。じゃあケン、私はおでんの仕込みするよ。うん、じゃあ俺手羽先やるわ。って言ってもね、下準備って言ってはそんなにやることはなくて、ちくわ切ったりするだけ。大根はこんな1本丸々持ってきたら大きすぎるから、もうすでに半分に家で切ってきたんだよね。うん、ちくわなんか立派だね。あとさっき昨日の夜本当は買い出ししたんだけど、ケン、うん、の大好きな餅巾着がなくて、さっきあったの、今日の朝寄ったスーパーにあったから買った。ありがとうございます。粒串とかさ、タコ串とかそういうのまだ出てなかったんだよね。へー、鍋の時期じゃないのかまだ。私的にちょっとやっぱりおでんに海鮮入ってないと毎日テンション上がらない。だし、いや普通に身身が欲しい。粒はあってほしいね。あとこれだけだわ、金の。え、終わりました。終わり。早っ。任務終了。入れます、大根。
いいね。煮詰めたいね。角ちゃんと切ってんの。すごい本格的じゃん。超美味しそう。すでにちくわ入れます。うまそう。ケンの大好きなチキン豆乳。ありがとうございます。ケンに2個やる仕方ない。え、3個ってこと？全部で3個。かわいい、おでんくんじゃん。あれ煮卵？なんか おでん卵なんか売ってたからこれにした。しみしみのやつ。そう、もうすでにしみしみ。素晴らしい。タチ、タチに忘れてたじゃん。タチ食べたい。去年入れたよね、確か。柿とかタチとかさ、いいね。具だくさん。だって盛り付けめっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗、お店完成。じゃあ、あとはこれ煮るだけ。そう、うん、まあ、県の前菜を食べてる間ずっと煮込んでようかなみたいな。これ閉めるか、うん、絶対うまいでしょ。だいぶ育ってきてるね、うん、それぞれがね、うん、水分含んでね、どんどん主張してきてるんだよ。いいぞいいぞ、もうちょい頑張れよ。この状態でストーブに乗せとく。そうだね。はい、じゃあ俺の番かな。手羽先の甘辛煮作っていきたいと思います。普通にさ、これ塩コショウかけてさ焼くだけでもうまいよね。いや、うまい。私その小さい手羽先好きなんだよね。いや、俺も好き。これは手羽元っていうのかな。あ、違うか、手羽中っていうのかな。手羽中、手羽中か。これ食べやすくていいよね、うん、まず塩かけます。ちょっと大さじ2ぐらい、醤油大さじ2ぐらい、みりんも大さじ2、酢が大さじ2。これ料理って言っていいのかな。いいしょ、立派な料理だ。めっちゃ美味しそう、うん、いいな、お座敷ぬくぬくは。めっちゃあったかいね。私やっぱり冬キャンプ好きだわ。静かだし、うん、虫いないし、ノンストレスだよね、うん、夏、虫のストレスがさ若干あるじゃん、うんうんうん、虫がいないだけで今日はテンション上がってあそこにちらっと見えておりますが、レモンサワーまで持ってきて相変わらず家では禁止してますから。そう、家で全然飲んでないね。いや、うわ、美味しそう。じゃかけますよ。うぅ、待って、やばい、よだれやばい。わあ、いい感じの酢のね、この酢の、うん、酸味好き。このなんか甘辛酢だれ、ちょっとね、斜めってるから内側の人たちがね、床が斜めってんのよね、うん、結構なんかスパイシーな感じにしたいからちょっと胡椒多めにやるわ。うん、鷹の爪あるけど。あ、そうだ、それもなんか入れなきゃいけないんだった、忘れてた。素晴らしい助手だ。鷹の爪と糸切り唐辛子どっちがいいですか。糸切り唐辛子か。これって皿に盛り付ける。そうだね、うん、じゃあ最後だな、糸切り唐辛子。確かにそうか。素晴らしい助手だ。めっちゃキモい、うちらの会話。すごい大事な会議でもしてるかのようなトーンなんだけど。確かに大したことしてない。うわ、めっちゃ胡椒のいい香り。やばい、ごまもう入れていい、はい、え、最後の盛り付けの方がいい。いやいや、もういい、うん、どっちがシェフなんだろう。ちょっと、ケンさん、え、はい、私やりたい。あ、いいよいいよ。強めにごまを振りかけてからの盛り付け師が手直ししました。その上に天才だ。やっぱりね、ほとんどの料理において立体感っていうのが大事なんですよ。とりあえず積んどけば OK って。名付けて、名付けて手羽中の甘辛ピラミッド。今ちょっと、もともとはね、最初ノンアル飲んで、その後に近くの小金湯温泉行こうかって言ってたんだけど、なんか飲みたくなっちゃって。しかも部屋がめっちゃ暖かいから、うん、わざわざ温泉で温まんなくてもこれは寝れるねっていう。次でいいか。明日の朝入って帰ればいいんじゃない。あ、そうだね、うん、明日の朝にしよう。その方が気持ちいいっしょ、うん、心の中全部片付けてから。そうしよう。じゃあもう飲もう。今日はこちらです、やっと手に入れました。北海道の自慢、札幌クラシックフラノヴィンテージ。
こちら秋しか飲めない限定のお味でございます。2023かっこいいね。こんなんあったっけ。2023あったっけ。かっこいい。かっこいいね。フラのヴィンテージかっこいい。これはいや、やっとですよ。やっと。よし行きましょう。この辺に置きたいんだ。明るいね。ここでいいか、うん、ここでいいよ。うん、いいじゃん。ふい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 。キンキンです。エクストラコールドです。じゃあ冬キャンプの訪れに。前回もそれで乾杯したと思うけどでも本格的な冬キャンプの初雪に。初雪に乾杯。乾杯。やばデューって冷った。これなのにね、氷も全く溶けてないのさ。キンキン。半袖持ってくればよかった。めっちゃ暑い。暑い。あんたないの、こんな時に限って半袖。いや俺持ってきてる。パジャマは半袖。短パンは。短パンもあります。ビール足りるか。あ、でも3本あるから大丈夫。レモンサワーもあるし食べてみていい。これどうだろうね。いや、うまいしょ。どうも何も。絶対に手かな。うん、手じゃない絶対うまいしょ。いただきます。どう。もう全員好きだと思う、本当世界中の全人類。全人類これ嫌いな人マジでいないと思う手羽先ってマジでうまいよね。マジで美味しい。今までなんでやんなかったんだろうね。ほっぺについてるごま、うまっ。え、これ100本ぐらい食べれるわ。めっちゃ美味しい。ふぃふぃうん、めちゃくちゃうまいじゃん。全人類好きでしょ。全人類好き。胡椒強めにかけといてよかったね、うん、うまっ。味完璧。完璧。めちゃくちゃうめえ。止まらない。うまっ。けどごま3つついてるなんでつくのニキビだったわ。そんなはみ出して食わない。俺はまだついてるしごまあのテント見させてもらったんだよね。気になるテントがあって、一体型のワンタッチテント、うん、ワンタッチテントってさ DOD のテントしか俺は知らなくて、ネイチャーハイクにあったんだよね。私知ってたよあれ。あれに似てるやつ斉藤夫婦さん持ってるでしょ。あ、そうだっけ。うん、もっとでかいやつかもしんないけど。ワンタッチ。うん、多分。え、知らなかった俺。なんかワンタッチ多いんじゃない、多分ネイチャーハイク。へえ。私がちょうど次ロッジタイプのグランドシート一体型の冬用の。うん、めっちゃあったかいじゃん、やっぱり隙間がないから、うん、かわいいし、お家みたいで、うん、なんか次もし、まあちょっとアルニカ買ったばっかだからあれだけど、次もし欲しいんだとしたらロッジタイプだなみたいな、うんうん、思ってたやらあったんだよね、そのネイチャーハイクの、うん、でたまたまその方たちがうちらの動画見てくれてる方で、さっき見学したらね、うん、まあ、良さそうだった、うん、めっちゃ、うん、でも上がメッシュになってるから真冬そっから風入ってきてどうなんだろうね、うん、でも4万ぐらいだったっすよね。言ってた。4万であれ買えるならさ安すぎじゃん。しかも10秒で建てれるって言ってて、うん、私とケン今日結構アルニカ苦戦したんだよね。そう、なんかね、なんか濡れてたんだよね。雪が降ってて。あ、そうそうそう、設営中に、うん、ポールが濡れちゃってじゃあ滑りが悪くなって、うん、うまいこといかなかった ね、うん、珍しくなんか1時間ぐらいかかった。1時間かかってないか、45分ぐらい。でもいつもほんと十何分で建てれるからさ、うんうん、
なんか冬はやっぱりパッと設営撤収終わらせるのが一番幸せに過ごせるから、うん、はい、ありかもねってさっき喋ってたんで、そう欲しいね。えねさん、なんだっけ、有名なロッジタイプのやつあるじゃん、すんごい重いやつ、パステルカラーのさ、おしゃれなやつあるじゃん、パステルカラー、グリーンとかのさ、うんうんうん、海外のさ、はいはいはい、なんだっけあれ、めっちゃ高いやつでしょ。そう、で、あれは、あれは買わないんだけど、うん、ロッジ、テント、おしゃれ、これ、カーカムスさ、あー、そうだ、カーカムスか、あとはコディアックキャンパスとか、あ、はいはいはい、それがもう13万とか15万とかして、うん、しかもめちゃくちゃ重いんだ多分、だからなんか遠い夢だなと思ってたんだけど、あ、23キロとかあるもん、これと同じぐらいか、さっきのやつが12キロ、14キロだで4万円、うん、って聞いたらね、破格すぎじゃん、12月のボーナスでアマゾンブラックフライデーで、うん、4万だったらなんかいいんじゃない、ロッジタイプ欲しい、いや絶対あったかいね、でもそこだけじゃなくてワンタッチ、うんうん、ちょっともうちょっと調べてみるか、上がメッシュじゃないやつとかさあるかもしれないしね、ちょっと見てみます。ケン、あんた2つついてるよ、こっちとこっちに。え、何が、俺はそういう風に食べないよ。なんでそこにゴマがつくか理解できないみたいなこと、さっきつけたんだ、わざと、原田さんの指わざとつけたんだ。ん、ちょっと待って、え、ここニセコじゃないよね。すごい、札幌市内だよ、大丈夫、すごい降ってる、ちょっとそっち開けて見てみて、全然わかんないけど多分降ってると思う、降ってるでしょ。そして椅子出しっぱだった、やば、びしょびしょじゃん椅子、やば、最悪、しまおう、椅子以外にも出しっぱなものない、なんか多分、あ、焚き火台じゃないかな、焚き火台の袋とか、ああ、そうだ、しまおう、椅子中に入れた方がいいよ、ケン。いや、あんた何してんだよ。え、あんたも行くんだよ、ケン、あとついでにさ、うん、フニーとシマも持ってきて。ケン、いくらなんでも農作業、え、農作業のおじいちゃんみたいで耕し来るわ、うん、あなたはもう忘れたかしら、え、なんだっけその歌、え、なんだっけその歌、めっちゃ流行ったよね、小学校の時、さだまさしだっけ、あなたもう忘れたかしら。タヌかい、タヌかい、ふにおが道具になってます。タヌを追い払う道具になってますね。タヌ、ダメよ、タヌキがね、出るらしいんですよ最近、めっちゃ大量発生してんだって、タヌキが、さっきもさ、なんか叫んでる人いたよね、遠くの方でね、おりゃーみたいな。すごい響いてたよね、うん、足しびれた、いやいです。早くおでんが、おでんも煮えてるから、やめて、ケン、久々ですね、いいね、そしてこちらです、濃いめのレモンサワーの素、25度だって、これだけでも少なめに入れないと、もうおでんの準備は万端ですよ、おお、入れたね、こちら業務スーパーで買ったらまさかの38円とか、なんか安っ、48円とか、なんかもうほんとありえない金額で買える炭酸水でございます。なんでもいいもんね、炭酸水なんてさ、なんでもいいよ、安ければいいよね、業務スーパー最高、二次会、どう、あれ炭酸ないあんまないような気がする、そう、レモンハイ、あ、でもうまい、うん、あるでしょ、ある、うん、あるか、炭酸に厳しいケンさんでございます。あんた酔っ払ってんのかい、うわー、ケンは何がいいのさ、もちきんか、うん、早速もちきん、と、あと焼き豆腐かな、うまそうだね、美味しそう、
かなり煮込んだよね。かなり煮込んだ。なんか煮込んだっていうか、うん、漬けといた。あ、大根忘れた。大根2時間ぐらい。うんうん、まあ、そう、しみしみ。いいよ、各自行こう。ケイト、いいよ、食べな。全然いいよ。あ、どうもどうも。スープ、スープ。スープね、スープ。あ、あるよ。そんなちっこいので、ひくれるしゅや。ひくれるよ、大丈夫だ、大丈夫だ。お母さんが言いそうな言葉だね、ひくれるって。めっちゃ言うよね、ナオコ。言うね。私の母を、母めっちゃ言う。あんた、ひくれるよって言って。うん、売るほどある。そうそうそう、うん。売るほどある。ちくわってあるっけ、売るほどある。そうそう。で、私がそれに対して、じゃあ売ってよって言う。じゃあ売りに行きなよ。チーがさ、もう誰って感じなぐらい水分吸って。いただきます。いただきます。ありがとうございます。ケイトさん、見てこの湯気。これめちゃくちゃ熱いと思うよ今。気をつけて。これあれできるじゃん、ダチョウクラブの。あ、ちょっとやめる。やんないよ。大根ホロホロなんだけど、全然力いらない。うわ、これやっぱ包丁が良かったんじゃないかな。うまっ。何これ。え、過去一の大根じゃない。え、あれじゃん、これふもとっぱらのおでん屋さんじゃん。うまっ。うわー、おでん屋さんやりたい。いいね、屋台。めっちゃ美味しい。ちくわどうだった。最高、マジで過去一美味しいちくわだった。やっぱ全然違う。本当だ。あ、上品なちくわ。あ、美味しい。冬キャンプってなんか美味しさがなんか何倍にもなるかな。いや、冬ん、冬が、冬キャンプっていうかもう冬が美味しい、やっぱりなのかな。うん、カツカツいってる。ハイヒール、ハイヒール履いちゃってる。懐かしい、それ私の歯がカツカツいう話。そうそうそう。最近言ってなくない。最近言ってなかった。でも今すごかった。すごいハイヒール3足、4足ぐらい履いてたと思う。いや、履けないから。ハイヒール3足も4足もカツ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 。皆さんのおでんの好きな具は何ですか。これ地域によって変わるかもね。確かにね。北海道ならではのさ、具ってあんのかな。粒とか。あ、粒あんのかな。ふもとっぽら行った時、うちらの知らないやつあったもんね。あった。静岡のはんぺん、じゃあこんにゃくみたいなやつ。なんだっけ、ど忘れした。じゃあうちらの一番好きなやつ、せーので言う。いいよ、せーの、大根。なんでおでんも同じなの。俺らやっぱダントツで大根だよね。うん、ケン次もちきんでしょ。いや、もちきん4位ぐらい。じゃあ次行く。ここにいなくてもいい。うん、ケイトのはもう分かる。せーの、粒。えへへへ、その顔でしょうね。えへ、そのはいはいみたいな顔は。いや、だからスーパーの時のさ、粒へのこだわりがすごいしょ。2軒回ったもんね、うん、粒口探して、うん、なかったし。じゃあセブンイレブンのおでん注文する時の粒へのこだわり。え、粒ないんですかって聞くもん、うんうん、すごくない。どうした、大丈夫。明日小金湯温泉行ってる場合じゃないんじゃ。てか今日行く、今日お風呂本当は夜行こうと思ってたけどやめたんだけど、うん、行ってる場合じゃなかったかも。よかった、やめて、危険だわ。うん、なんと9時ぐらいから寝落ちしてました。今1時半こんなことあんの。なんかそのハワイ
この間行ってから、うん、すごい生活リズムが良くなって、うん、夜10時ぐらいにはもう寝ちゃうんだよね、うん、で朝すごい早く起きるみたいな、うん、そしたら9時に寝ちゃった、おでん食べてでちょっとお腹空いたんで食べるか迷ったんだけど、うどん食いますおでんの汁で、もともと食べようと思ってたんだよね、うんうん、忘れて寝ちゃったけど、2人で1個。あんなに具合したのに食べれた、うん、もう一つ入れたい？いや、さすがにこの時間ですから。いい感じですね。うん、いい。入れてやる。ペロリだ。入れるか。一旦食べるか。スープは食べなさい、きっと。いただきます。うん。うん。いろんな出汁が入ってるから。よく寝れそう、これは。まだ寝る。3本とレモンサワー、レモンサワー、やっぱ禁酒するとお酒も弱くなってさ、うん、簡単に酔えるからいい、うん、もう一個入れるか、ケイト。え、大丈夫、うん、今トイレ行ってきたんだけど極寒だった。ちょっと何度か見てみようか。ずっと降ってるよね、しかも雪降ってる。何時間もマイナス2です。寒っパーク。小さい小型の恐竜みたいな、じゃあね、みたいな、出るんだ、羽生えてるやつ、プテラノドンそれ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 飛ぶやつ。そう、あ、そのライトいいね、ケン。いいね、めっちゃ。なんか10万人のプレゼントでお友達にもらったんだよね。ね、そしたらLED なんだけど、炎みたいに、そう、ゆら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 するの。あれみたいじゃない、スノーピークのさ、ホオズキみたいな。あ、そう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 、ね、このコイルっぽい感じがいいよね。うん、おしゃれね、めっちゃいい、かわいい、かわいいね。そんなこんなんで、うん、また寝ます。寝ます。もう4時間ぐらい実は寝てるけど、2度寝。明日の朝どんな景色に。いや、多分いい景色なんじゃないか。あの人たちは、なんか久々の雪中キャンプみたいなもんじゃん。本格的な冬キャンプ、うん、雪中キャンプ。とりあえず大丈夫だったね、うん、1回目は寒さも。まあこっからだからね、まだマイナス2度だから大したことない、うん、これがマイナス10何度になるから、また去年のことを思い出しつつ防寒対策頑張ります。寝ましょうか。初登場だ今日。おすぎとピーコみたいな感じ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。マネ。おすぎです、ピーコですね。いやー、できないだろ。